さんこんにちは、ヒーローです。本日はですね、私の自慢のコレクションをですね、皆さんにご紹介しようと思います。こちらです。スターウォーズギャラクシーズエッジのルーク・スカイウォーカーのライトセーバー。これですね、アメリカのディズニーランドに作られているスターウォーズをテーマにしたエリア、ギャラクシーズエッジ、そこだけで限定販売されているライトセーバーになります。そのギャラクシーズエッジのためだけに作られていて、そこに行かないと手に入れれないという、レア物といえばレア物ですね。中身をご紹介します。ちょっと前に寄りますね。はい、こんな感じでまあボックスになってるんですけど、ここにまあ反乱軍のねマークがあります。こうやってプシュッと押しますと、パッとこんな感じで入っております。これ取り出すとですね、こちらです。はい、かなりですね、精巧に作られてるんですよ。例えばこのボタンのとことかもそうですし、このセーバーのソードが出る部分もそうですし、この辺のですね、もう細かいくぼみとかもかなりですね、いや美しいですね。でこの部分とかも腰とかにかけることができるんですよ、実際のジェダイみたいな。あとこういう裏面とかもこんな感じです。プチ情報としては、このライトセーバースターウォーズエピソード6ジェダイの帰還で出てくるんですけど、 R2D2 がこう頭からパーンって発射してルークが受け取って、でビームを出すみたいな。ただカットされたシーンでこのライトセーバーを作るっていうくだりがあるんですよね。そもそもルークはですね、その前の作品であるエピソード5帝国の逆襲で右腕ごとライトセーバーを失ってしまっているので、今回新しく作っていると。ジェダイっていうのは自作でライトセーバーを作るっていう伝統があるんですけど、ルークの場合はオビワン・ケノービーの小屋に行って、そこに余っていた材料を元に作ったと。なのでオビワン・ケノービーのライトセーバーのデザインと結構似てるんですよね。オビワンというマスターを、まあ、受け継いだという、そういうデザインになっています。置いとくだけとか、そういうディスプレイするものとしてでもいいんですけど、ソードの部分を刺すとライトセーバーとして起動することができるんですよ。それをちょっとやってみますね。まずこのままだとソードがつけれない、そういう仕様になってるんですよね。なのでこのケース、この中にですね、この下のとこにセーバーを起動した状態にできるためのパーツっていうのがちゃんと入ってるんですよ。これです。こういう風にですね、本当のライトセーバーのデザインだとこの先端の部分が細いんですけど、このセーバーを起動できるようにするためのデザインだとちょっとやっぱりこの部分が太いんですよね。ここにこう刺せるようになってるんですよね。こちらの方をつけたいと思います。これがソードの部分なんですけど、よいしょ、こんな感じになります。お、ちょっと天井にぶつかりますね、長すぎて。つきました。引くとこんな感じです。スイッチをですね、こう起動すると、めちゃくちゃリアルじゃないですか。ちゃんと映画のあの音出るんですよ。こう接触させると、接触した瞬間も発光しますし、ちゃんと音もそういう音が出るんですよ。ライトセーバー同士だとちゃんとなります。めちゃくちゃかっこよくないですか。ルーク・スカイウォーカーが一番好きで、特にジェダイの帰還の時のルークが一番好きなので、手に入れれて嬉しいです。本当パークの中でこれずっと持ち歩いてました。スターウォーズのエリアじゃない場所にいても結構声かけられて、はいマスタージェダイとか、おそれどこで売ってたんだとか、もうそれぐらいやっぱみんなスターウォーズとかライトセーバーのこと好きなのかな。悪目立ちできますね、これ持ってたら。この緑色をですね、ちょっと際立たせたいので、この照明全部落としますね。ほいっ、マンダロリアンのあのシーンみたいなこともできますね。まあ、こんな感じです。電気を戻しますね。はい、というまあこちらの、スターウォーズギャラクシーエッジ、ちょっと音が出てしまう。あとこれもですね、専用のキャリーケースとかもあって、飛行機とかもこれで預けていきました。ちなみにお値段なんですけど、これ全部別売りなんですよね。このルークのやつがですね、絵の部分140ドルぐらい、ソードの部分が50ドルぐらい
で、ケースも50ドルぐらい。まあ、合わせて240ドル。当時、1ドル110円ぐらいだったんで、手数料とか込み込みで約2万8000円ぐらいで買いましたね。なかなか欲しくても手に入れないというもどかしさあるんですけど、ギャラクシーズエッジいけるっていう風になったら、ぜひぜひ買ってみてください。決して安い買い物ではないと思うんですけど、スターウォーズファンであれば、持ってて間違いないかなと思います。本日の動画いかがでしたでしょうか？もしよかったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回。See you next time!